スティーブ・スティーブンスは、アメリカ合衆国のロックギタリスト。ビリー・アイドルのサポートギタリストとして、名を馳せた後、マイケル・ジャクソンや、ビンス・ニール、氷室京介と等、様々なミュージシャンと共演。スタジオミュージシャンとしても活動し、映画、トップガンのサウンドトラックへの参加でも知られる。既婚、ブルックリン出身。7歳でギターを始め、その後、 プログレッシブロックに傾倒していく。また、12歳の頃に出会った、ルーマニア人のギター教師の影響で、フラメンコも聴くようになった。ローカルバンドでの活動を経て、1982年、モトキスのピーター・クリスと共演。同時期にモトジェネレーション X のイギリス人シンガー、ビリー・アイドルと出会い、ビリーのソロワークを演奏、作曲の両面でサポート。ビリーのセカンドアルバム、 反逆のアイドルは、全英36位、全米6位の成功を収め、ニューウェーブ的な音作りとハードロック的なギターの融合が話題となった。ビリーとの活動と並行し、様々なアーティストと仕事を行う。1985年には、トンプソンツインズのアルバムに参加し、ライブエイドでは、トンプソンツインズ、マドンナ、ナイル・ロジャースとの共演で、レボリューションを演奏。 1986年の映画トップガンで使用されたトップガンアンセムはスティーブのギターテクニックが存分に発揮されたインストゥルメンタルで第29回グラミー賞では最優秀ポップインストゥルメンタルパフォーマンス賞を受賞またマイケル・ジャクソンのヒットシングルダーティーダイアナにも参加ビリーとモトを分かったスティーブは1989年 ウォリアーというヘビーメタルバンドのボーカリストだったペリー・マッカーティー等を従えアトミック・プレイボーイズというソロプロジェクトを立ち上げるがアルバムアトミック・プレイボーイズ1枚を残してこのプロジェクトは解体その後マイケル・モンローと共にレコーディングを行うしかしアルバムの完成を見ないままスティーブは当時モトリー・クルーを脱退していたビンスニールに引き抜かれたこの時の音源は エルサレムスリム名義で1992年に発売されるが、すでに同バンドは存在しなかった。なお、マイケル・モンローはこのプロジェクトに関して良い思い出はないようで、1992年の日本公演でも、スティーブとレコーディングした曲は一切歌わなかった。スティーブは、ビンスのファーストソロアルバム、エクスポーズドと同作に伴うツアーに参加するが、 その後、ビンスのバンドを脱退し、一時的にビリー・アイドルと復縁して、1994年の映画、スピードの主題歌、スピードで共演。1996年11月、マグナカルタレコードのオーナーのマイク・バーニーが、テリー・ボジオにスティーブを紹介。それがきっかけとなって、スティーブとテリーとトニー・レビンによる新バンド、ボジオ・レビン・スティーブンス結成。 ファーストアルバム、ブラック、ライトシンドロームは、わずか9日で制作され、各メンバーの即興演奏を重視した、プログレッシブロックアルバムとなった。1997年、ヒムロ京介のアルバム、アイデイ」に参加。翌年には、ヒムロのツアーに帯同したほか、スティーブ・バイがプロデュースを担当した、ロックギタリストによる、クリスマスアルバム、メリー・アックスマス2に,に参加し、 クリスマスソングの定番曲、d o You h e a r What, I h e a r を演奏。1999年にはソロアルバムフラメンコはゴー,ゴー発表。スティーブはかねてからフラメンコからの影響をギタープレイに反映させており、ビンス・ニールの楽曲、エッジのイントロでもフラメンコ的なフレーズを弾いていたが、同作ではほとんどの曲でガットギターを使用し、 本格的なフラメンコアルバムとなった。なお、同作収録曲、ディメンシャは、氷室京介の横浜スタジアム公演で、スティーブを含めた氷室のバックバンドにより演奏されたライブ音源。同作には、その他、屋敷、ゴータやビニーカルータ等が参加。2001年、ビリーアイドルが音楽活動を再開すると、スティーブも合流。ビリーの2005年のアルバム、 デビルズ・プレイグラウンドにも全面参加した。また、ビリー・アイドル・バンドのサポートキーボーディスト、デレク・シェディニアンのソロアルバムにも参加。2008年、マグナカルタレコードから9年ぶりのソロアルバム、メモリー・クラッシュ発表。ありがとうございます。